おっしゃ、それではときメモ GS3 ですね、続きをやっていきたいと思います。いよいよ入学式が終わり、自由にね行動ができるようになったんですけれども、まさかのオープニングムービーがなく、どんな男の子がいるのかわからない状態です。でどうしましょうね。今んとこ判明してんのがルカ君とコウ君、まあそのお二人しかおらず、どうしよう、まあなんかやってれば誰かしら出るんでしょうけど、どうしよう、この緑のは何なんだろう。とりあえずいつもね学力が低すぎるんで、今回ちょっと先に学力をありましょう。はい、ダメな、あ今の1日で終わっちゃったな。でとりあえずスケジュール、まずなんかイベントがあるんであれば、はい、5月、あなんかイベントってイベントあんまりないですね。6月で体育祭がある。で多分誰も祝ってくれない私の誕生日と、学力でいいのかな、逆に魅力とか上げといた方がいい、一回魅力いこう、何か一緒に上がるかもしんないんで。はい、学力下がった。ん？誰？1年 A 組は、あ、ここだ。あ？うわあ！たたた、ごめん、怪我しなかった？新キャラ。あ、はい、大丈夫。あら、綺麗な女の子。わあ、背が高くて綺麗な人。やばいかも。どうしました？は？あたし、花椿カレン。は？ A 組。花椿。あ、私茎わかめ、よろしくね。よろしく。ねえねえ、中等部にはいなかったよね。花椿ってまさか。うん、前はこの町に住んでたんだけど、羽ばたき学園は高校から。ふん、そっかそっか。そのうふっていうのがなんかもう身内の方の影響なんだろうなってのがすごくよくわかるよ。はあ、なんでも。どういうポジションなあなた。それより花椿さんってまさか羽ばたき氏が生んだ世紀のファッションリーダー、世界の花椿五郎先生の娘さん？うん、まあそんなとこ桃園だけどね。あ、桃園なの。カレンでいいよ。あ、じゃあカレン。すごい、じゃあやっぱりファッションに詳しいの？まあね、お店もやってるの。お店？はい、名刺。え？雑貨屋シモン、マネージャー、コーディネーター、モデル。うわー、いろいろやってるんだ。モデルはちょっとだけね。ねえねえ、それより洋服とか好きな方？全然無頓着。まあよかった。じゃあさ、なんか相談あったら何でも聞いて。お店に来てくれたらサービスしちゃう。ただ？本当？本当。それからさ、はあ、うん、あんたのことをバンビって呼んでいい？バンビ？なんでまた？え、どうして、なんで木更津キャッツアイみたいになっちゃう？だってそういう感じだもん。もうなんていうかさ、ほらキョロンとしてて。はあ、そうかな、初めて言われた。じゃあ私が名付け親、決まりね、バンビ。まさかのワカメ桜井くんになっちゃう。ちょっと恥ずかしいけど。いけない俺だ。じゃあまたね、楽しくなりそう。チャオ。見かけによらず結構ハイテンションな子だな。花椿カレンさん、賑やかな人だな。でもファッションのことをいろいろ聞けそう。じゃあなんかライバルになるようなキャラじゃないのかな。それにしてもバンビって、まああだ名がないよりはいいんじゃない。はあ、今日も一日いろいろあったな。さあ帰ろ。待って。誰今度は。え、あら可愛い、あの私。うん、お名前は。名前は。いや、君の名前は。ああ、私はあの空気ワカメですけど。やっぱり。え、星座はガニ座。貴様なぜそれを知っている。血液型は O 型。なぜ知っている。合ってる。合ってる。ん、合ってるけど、あのあなたは。私のことはいいの。いや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 、それより星の導きを信じる。あ、そういうタイプの子なんだ。
あの遊戯王でいうところのエスパーロバみたいな星。そう、知らぬが仏かもしれない。この子が何、ユウくんポジション。じゃあちょっと待って、なんだかすごく気になるんだけど。なやかましいな。え、この子の名前を、あ、花椿さん。あれ、ミオちゃんも。あ、ミオちゃんっていうの？二人って友達？いや、まだ友達ではないんだけど、これから友達になろうかなっていうところで。私今呼び止められて。なんだ、お初か。この子、宇賀神ミオちゃん。宇賀神ミオちゃん、すごいね。なんかあの喉のうがい薬みたい。ちゃんはやめてって言ってるでしょ、カレン。ミオちゃん、ごめんごめん、いい子だよ。ちょっとシュールだけど。結構シュール。子って言わないで。じゃあちゃん、もう可愛い顔しちゃってね。えねえ、めちゃくちゃ可愛い。ねえ、それよりさっきの星の話って。知りたい。知りたい。またやってる。ミオは占いに凝ってんの。はあ、すごく当たるんだからね。え、占いできんだったらやってほしいな。そうなんだ。恋愛、運勢、本当に知りたくなったらいつでも相談して。私何歳まで生きられます？うん、じゃあその時はよろしくね。はい、自己紹介終わり。ねえ、カレとミオとバンビのキューティースリー結成のお祝いに。キューティースリー、俺だけバンビってなんかおかしいんだよな。うん、行こう、ブスさん。スリー。君もちゃんと入ってんだよ。そこ引っかからない。あ、でも友達できてよかったな。で、あ、そうか、こんで魅力を今浴びてる途中だったんですよね。気配りが下がる。魅力上げると学力が下がるな。え、あ、でなんかメールが届いてるんで見ましょう。誰？あ、ミオちゃん。ミオちゃんもバンビって呼んでるよ。メールアドレスありがとう。早速送ってみました。これからよろしくね、ミオ。ミオちゃん攻略したいな。で、カレンさん、よろしくね。カレンさんです。初メールしました。これからメールでもよろしくね。なんかこの子のノリ本当にゴロだな。さあどうしよう。まだ電話もクソもないと思うんで、一応立地度100あるし、お出かけしてみましょうか。お店は何があるんだろう。商店街、ショッピングモール。ショッピングモール行けばあのブティックジェイスあるんじゃないですかね。ただあのカレンさんのってどこで雑貨やってんだ。公園通り、ブティックソフィア。あ、雑貨屋しもんだからここカレンさんいるかな。サービスサービス。この店員さんは、あ、カレンさんじゃない。なんかボーイッシュだな。え、こんなにグラフィック綺麗なゲームなのに、なんかこの服のデザインっていうか、ここの部分すごい劣化してない？あの初代と2から。何何これ、アフガンストール。アフガンストールいいな。金魚のうちは、え、さすがに出る。ここちょっと系統違うんじゃないかな。お店出ます。もう一軒、もう一軒。ありがとうございました。また来ます。ふ、また今度来よっと。さすがに一軒では終わんないでしょ。で、あればショッピングモール。我らがブティックジェイス行こう。どんな服が？あ、やっぱり店員さんちょっとぶっきらぼうだな。なんか若めらしい服。もうちょいなんとかなんないの？まあ確かに。カーソル合わせればしっかり綺麗なやつで見えるけど、キャミソール付きブラウス、これかわいいな。これからまあ夏になるんで半袖、ただ冬見越してベスト。若めっぽくはないんだよな。
はあ、ウールのミニスカート、これ可愛いと思うんですよね。全身は、あ、クラシック A ラインワンピース、これ可愛いな。え、これ買ってみましょうか。グリーン、あ、このイエローとかグリーンっていうのがラッキーカラーになるのかな。であれば今グリーンだったからこれ買いましょう。はい。で水着は、あ、水着もある。ただ誰と行くのって話なんだよな。え、しかもやっぱ系統は分かんないんですよね。まあとりあえず今この1着でいいかな。え、あ、購入するよ。決定。あ、カゴの中の商品を買いますか。はい、買ってしまった。これ着てお出かけしたいな。オッケー、とりあえず1着買ったんで店員さんも、あ、あ、スタンプカードが結構たまるな。ありがとうございました。はい、1着でも買えば優しくなる。うん、いいお買い物できたかも。でさあどうしよう。で緑のところは部活じゃなくてミオちゃんかカレンさんと遊ぶ感じなんだ。逆にこれミオちゃんと遊ぶと何が上がる？はあ、気配りが上がる。あ、学力上がった？あ、誰？次は体育、グラウンドに急がなきゃ。やめなよ、絶対無理だって。何してんだ。ちょっと嘘でしょ。男子誰か止めて。飛び降り自殺？あ、なんだか渡り廊下の方が騒がしいけど、あれはルカ君もしかして。うわ、危ない。え、飛び降りた。ルカ君やんちゃだな。嘘、何してんの。見かけによらず本当やんちゃ。やっぱり怪我してない？大丈夫？平気、不死身のヒーローだから。不死身なやつなんていないんだよ。このままだとルカ君を攻略する感じになっちゃうかもしんないんだけど。どうしたワカメ？本当はちょっと足がジンジンする。よし、じゃあ保健室行こう。もう何してんの、なんで飛んじゃうの。なんだか最近モテモテで、気がついたら女子に囲まれてピンチに。ルカ君気づいてる？今すげえ嫌なやつだよ君。ピンチって信じられない。あれ、ルカ君がいるよ。あ、女子に見つかったよ。え、どこどこ。 D にも。やばい、また会おう。なんか悪い噂広がってる感じだったけど、そういうわけでもないんですかね。いまいちまだ分かんないな。痛いんじゃねえかやっぱ。ヒーローが逃げてく、本当に大丈夫かな。何を見せられた。ミオちゃん、あのね、聞いて。え、何をあげよう。ちょっと待ってよ、電話は誰か知らない？あ、一応2人は知ってますね。で、アルバイトはまだできない。女の子にも今回電話できんの。え、1回ぐらいルカ君行ってみます。これ行こう。まあ昔のね、幼馴染だし多分デートはしてくれると思うんですけど。あ、ルカ君、クキだけど今大丈夫？うん、何？優しいね。うん、せっかく新しい服も買ったんで、26日より29日かな、ここのあの祝日の日に。どこに行こう。ルカ君何がいいんだろうな。え、繁華街でゲーセン行かない？まずは小手調べ。4月29日にゲームセンターに行かない？いいよ。あ、行ってくれる。じゃあ4月29日に駅前広場で待ってるね。遅れたらごめん、そんじゃ。最初からそう言ってくんのね。やった、早く4月29日来ないかな。意外とルーズなのかな彼。オッケー、まあ先にね楽しみもできたんで、そうしたらまた魅力行こう。はい、魅力はね必須パラメータにしてくるキャラ結構いるんじゃないかなと思うんで。誰だ今度は。あ、花椿さん。あ、ニックネーム付け返せるよ。こっちもバンビなんて
つけられてるから。お嬢カメリア、これにしてみようかな。私バンビなんで。バンビ。カメリアどうした。いくらバンビでも。いやいやいや、対等に行こうよ。そこはさ、ダメなん、今の呼び方じゃダメみたい。なんなんあの子。え、秋配り下がる。はい、芸術もちょっと上がる。で今日一日思いっきり多分上がると思うんで、魅力これで50いくんじゃないですかね。はい、いかないよ。で今週も魅力、はい。でもうすぐデート、はい。あ、で今日がデートなんで一応ね、怖いんでセーブはしておきます。まあ一回はねデートしないと嘘になっちゃうんで。あ、で服ね、はい、この間買ったいい服があるんで。チッチック、あ、左に系統が書いてありますね。キュート、ビッビビビビビビッドビビッド、セクシー、アクティブ、ナチュラル、チック。わかんねえよ、なんだよ。で、アクセサリーはないんで、じゃあこれでいこう。ルカ君意外とこの系統好きなんじゃないかな。はい、先に来てくれてるかな。あ、ルカ君先に来てた。早いね。あ、いや、ルカ君こそ。ルカ君が遅いんだよ。あ、ワカメが先に来たの。あれ、あ、え、右上になんかアップアップアプローチ。何何、アップロアプローチってとぼけてる。鳥肌が立ってきた。どうした、え、どうかした。その格好見てるこっちが寒くなっちゃう。いやダメなんこの服。まだもう4月末でしょ、だいぶ暖かいと思うよ。あー、薄着しすぎたみたい。じゃあちょっと死に戻ってきます。じゃあもうこれで行くしかないってことですよね。しょうがないね、行こう。デフォルトの服で。さすがにこれこそないって思うんだけど。あ、あ、遅くなっちゃったルカ君は。あ、ワカメが今度遅れてくるパターン。ごめんね、待たせちゃった、うん、ごめんね本当。怒ってる。あれ、いや怒ってないよ。え、でこのアプローチって何、アプローチって何、何何、お、あ、にっこり触れるいたずら。何何、どこ行くの。あ、なんかあのスティックで近づいたりできる。ちょ、あ、ごめん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 、近づきすぎた、ごめんね。なんか、あ、こんなモードがある。オッケー、目いっぱい楽しもう。あ、じゃあクレーンゲームやろう。橋渡し。武者震いがするな。何やりたい。え、あ、でもなんかまたアプローチになってる。アプローチ、にっこりにっこり。触りたい。あ、触っていいの、触っていいの。え、あ、メダルゲームに挑戦したい。クイズゲーム、相性占い。いや、どれ。一応幼馴染でお互いねよく知った仲っていうのはあるけど、相性占い、クイズ、メダルもクイズもなんかどっちも白熱しそうだけど、時間をまあ潰せるっていう意味ではメダルゲーム。いや、いかんせんルカ君がどんな感じの子なのかまだ全然わかんないからな。無難、無難なのはメダル。一回これで行ってみます。それだ、あれさ、アドレナリン出まくる。たくさん獲得できればね。あ、バッチリ好印象。君という男が全然わからないよ。満足満足満足した。そんじゃ、あ、なんか今またアプローチ出てたな。そんじゃまた。あ、送ってくんない。こないだ送ってくれたのに。え、あ、なになに、今度は何、次は体育、体育用具室に行かなきゃ。だからさ、
お前ら兄弟がちょっと目立ちすぎなんじゃねえかって。なあ。あ、これ何？今度コウ君の方？あ？あんまりでかい面してると俺ら上が全員相手になるぜ。かかってこいよ。で、やっぱコウ君だ。コウ君。まあほら、俺らにもメンツってもんがあるからさ、わかるだろ。先輩へちょっとタジタジ状態じゃない？わかんねえな。ワカメ止めに入った方がいいんじゃないか？おい、下手に出てるうちに。やっちゃう？暴力は良くないよ。やんのかやんねえのか。ああ怖いよコウ君。先輩しっかりしてくださいよコウ君。うるせえのが。うるせえのがって言われたよ。てめえらがちょっかい出さなきゃこっちも手は出さねえ。それで収めろ。なんかルカ君とコウ君、東京リベンジャーズのマイキーとドラケンみたいだな。わかった、そうしような。じゃあ仲良くしましょう。とりあえず穏便に。高校デビューが。高校デビューなんやっぱ。もう喧嘩しちゃダメだよ。してねえよ。してたよ。してた。あれは話し合いだ。まあ確かにね、手は出てなかったけど、話し合いって上級生の人たち怖がってたよ。だから言う、こっちも毎日揉めたかね。うん、まとりあえずこれで仕切った。まああれでね、また突っかかってくるってことはないとは思うから、仕切っちゃったんだ。さすがだね。で、はい、あんまりステータスの上がり幅としては良くないな。オッケーというところでですね、いいお時間にもなってるんで、今回この辺にして、次回ですね、またここから先を進めていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。で、ほんでまだうっそ、やったー。ごめんテル君、疑ったりして。キャー、びっくりした。いや、すげえいい勝負でした。ありがとうございました。ヒールトリガーだ。一発でいけましたね。初めから真実はいつもじっちゃん。そういう軌道は苦手なんだって本当に。近い近い近い。バカ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 、何やってんの。おい。